アブラハム、シュテルンアブラハムシュテルンは、シオニスト革命家で詩人。また、後の、レヒもしくは、シュテルンギャングと呼ばれるシオニスト機関の創設者であり、その指導者。弟のダビド・シュテルンは、実業家を経て、リクードに入党し、クネセトの議員となった。シュテルンは、ロシア帝国領ポーランドのスバウキで、アブラハムシュテルンとして生まれた。第一次世界大戦が勃発すると、 彼の母はドイツ軍から逃れるため彼と弟ダビドを連れてロシアに避難した。13歳で母と別れることとなった彼はシベリアで川の水を運んで生計を立てていた。その後サンクトペテルブルクに住むおじの世話になった彼は一旦ポーランドに戻り18歳の時に立った一人でパレスチナに移住した。シュテルンはエルサレムのスコプス山にある ヘブライ大学のキャンパスで古典語とギリシャラテン文学を学んだ。ここで彼はフールだと呼ばれる、ただヘブライ国家の復興のためだけにという信念を規律に持つ学生団体のメンバーとなる。これは彼の初めての政治活動への参加だった。1929年のパレスチナでの暴動の間、シュテルンはアラブ人暴徒からエルサレム級市街を守るため、 ハガナーの一員として、シナゴーグの屋上に登り、敵の監視をしていた。彼の部隊の指揮官で友人でもあったアブラハムテホミは、中央当局の庇護の下でしか動けず、防衛的意味合いの強いハガナーを脱退し、より活発で独立色の強い軍隊であるイル軍、ツバイレ海の創設に参加した。シュテルンもこのイル軍に入隊し、1932年には、幹部の道を進むことになる。 1932年から1934年のアイダシュテルンは数十もの詩を書き、その中で彼はユダヤの故国に対して自身のすべてを捧げる思いを激しく感動的に表現した。アナリストの盲者ハザニはそれを詩のエロティシズムを表すものとしている。また彼の詩はウラジーミル・マヤコフスキーをはじめとするロシアやポーランドの詩人に大きく影響を受けているとされている。 イル軍、そして、レヒの、初めての成果として採用された彼の詩、アンノーン・ソルジャーズでは、祖国で徴兵もされず、追放され、逃げ惑いながらも、ユダヤ人たち自ら作った軍隊に参加し、誰に知られることもなく、埋められるためだけに死に物狂いで戦う、ユダヤ人のことが歌われている。レヒの指導者の一人イスラエル・エルダード・ヤウリツビ、グリンベルグ、 イルンリーダーのゼーブジャボチュンスキーらはこの詩は組織の地下化を導くとして異議を唱えた。同じ時期に彼は地下に隠れ、独房に座る革命家や銃弾の雨の中で死んでいく者たちの心情を表した詩を歌っている。という詩がその一つである。シュテルンは大学の成績優秀者の一人となり、イタリアのフィレンツェで博士号を取るための奨学金を受ける。 アブラハムテホーミは、イル軍における彼の代理となるため、フィレンツェで彼にその許しを得た。シュテルンは1930年代の残りの活動を、東欧で追やし、ポーランドで機関の支部を創設し、ユダヤ人にパレスチナへの移民を促した。しかし、これは、イギリスの統治の制約に反するものであり、当局では、違法移民とされた。 シュテルンはパレスチナのイギリス統治を終わらせるため4万人の若いユダヤ人を軍事訓練させ、パレスチナの地へ渡航させる計画を打ち出した。そして彼は努力の結果、ポーランド政府の協力を得て、ポーランド軍の訓練を受けさせ、武器の調達にも成功する。しかし、第二次世界大戦の勃発とともに、ナチスドイツがポーランドに侵攻し、訓練が受けられなくなり、 航路も遮断されたため計画は破綻してしまった。シュテルンは戦争が始まったのと同じ日にパレスチナで拘束され、他のイル軍指揮官と共にエルサレム中央刑務所やサラファンドにある交流施設に留置された。アブラハム、シュテルン交流されている間、シュテルンらイル軍メンバーは今後について話し合っていた。彼は1940年8月、レヒを設立する。 シュテルンだと他元を分かった他のイルグンメンバーはナチスに対抗するためイギリスに協力する方針を取ったハガナーに合流した。シュテルンはイギリスとの協力を拒み彼らと闘争を続けることがユダヤ人の独立国を作りディアスポラの問題を解決する唯一の手段だと主張した。1939年のイギリスの規制により移民を 今後5年間で7万5000人に制限し、それ以上の移民に関しては、パレスチナに住むアラブ側の許可が必要とされたため、シュテルンはさらにイギリスとの対決姿勢を示したという。シュテルンは次第にイギリスに協力したハガナーやイル軍から求まれ始める。しかし、彼のグループからは、イスラエル建国に貢献し、後の首相となるイツハク、シャミル、ハトハに属し、 アラブとの領土割上交渉を行ったナタン・イエリン・モル、そして15年の歳月を費やし、レヒのシオニズム革命としての貢献について、論文と記事を発表したイスラエル・エルダドなど、後にその能力を認められる人材も輩出された。シュテルンは地下武装組織を作るにあたって4つの目標に焦点を当てた。新聞を発行し、さらにラジオでゲディラ戦の正当性を主張する。 資金を得るために寄付を募る。また、イギリス資本の銀行ならば、強盗に入ることも厭わない。ヨーロッパのユダヤ人を救うために交渉を行い、力を合わせて、パレスチナのイギリス統治に対抗する。イギリスと対決するため実践的な軍事武装を行う。しかし、このいずれも完全な実現には至らなかった。資金不足で発行した新聞は、 印刷機なしのステンシル方式ですられ、部数がわずかな上、非常に読みにくかった。銀行強盗やゲリラ攻撃は、イギリス警察官との市外での激しい銃撃戦を生む、結果となり、両者とも死傷者と怪我人を出した。また、イギリスの取り捜査により、シュテルンがドイツやイタリアと交渉しようとしていることが明るみに、出ると、レヒの評判は地に落ちた。シュテルンの墓その後、 シュテルンは、賞金首にかけられ、指名手配のビラが国中に張り出された。シュテルンは折りたたみ式ベッドの入ったスーツケースを、片手に、テルアビブの隠れ家を転々とし、レヒのメンバーのモシェと飛ばすボライの小さなアパートを借りることとなった。だがモシェとスボライは、イギリス警官が他の隠れ家を捜索している際に捕まってしまう。この時、銃撃を受け、モシェともう一人が、 不詳、二人のレヒメンバーが死亡している。1942年2月12日、ハガナーから連絡係を通して書簡が送られた。内容は、もしシュテルンがイギリスに反抗するのを止め投稿すれば、対戦中は住居を保証するというものであった。これに対しシュテルンの返事は拒否どころか、レヒとハガナーで協力してイギリスと戦おうという提案であった。そのわずか2時間後、 シュテルンの隠れ家は、イギリス当局に発見され、ジェフリー・モートンと2名の警官に踏み込まれた。彼はその場で手錠をかけられた後、背後から撃たれ行き耐えた。シュテルンは、義母体物の腹といつ白墓地に埋葬された。シュテルンの記念日には、毎年政府関係者らが参加し、1978年には、彼の肖像は切手になっている。彼の息子やイールは、 彼が暗殺された数ヶ月後に生まれ、イスラエルの TV のベテランニュースアンカーとして活躍している。彼のニックネームから取ったコハブヤイールという名が1981年に誕生した街に付けられた。ゼブゴールン、フリーエルサレム、ヒーローズ、ヒロインズローグス、フークリエイテッド・ザ・ステート・オブ・イスラエル、P203 キピアペン、トは、ザ・リーハイ・レキシコン、 P320, ゼーブ・コールンフリー・エルサレム P198, モーシャ・ハザニレッド・カーペットホワイト・リリーズラブ・オブ・デス・イン・ザ・ポエトリー・オブ・ザ・ジューイッシュアンダー・グラウンド・リーダー・アブラ・ホム・スターンサイコ・アナリティック・レビューボリューム 89, 2002, ピアニッシュも1から48、ヤイラ・ジャイ・ノーサー、ノット・フォー・アス・ザ・サクソフォン・シングス、ピアニッシュも73から78、 八十五ハット、ゼブゴールン、フリーエルサレム、p 五十九ネキミアベン、ドアザリーハイ歴史コン、p 三百二十ゼブゴールン、フリーエルサレム、ピアニッシモ、百五十三百六十八ジェイボイアーベル、テラーアウトオブシオン、ピアニッシモ、四十七から四十八ネキミアベン、ドアザリーハイ歴史コン、p 八十七ハット、ゼブゴールン、フリーエルサレム、 ピアニッシも231から234ありがとうございます。